じゃあこんにちは。はい、さあ豊さん、いよいよ今夜から始まるぞ。はい、ファイナルステージが始まります。はい、セリー今日からな。今日からです。はい、セリーグは甲子園で阪神と広島、はい、そしてパリーグは京セラドームでオリックスとロッテということで、はい、ズバリこの動画今日はですね、うん、ファイナルステージを占うといきましょう。まあそうだね。はい、まあ、たださ、はい、占うのはいいけど、対戦成績が非常に、はい、まあ、甲子園で広島が9勝2敗、あ、阪神が9勝2敗、はい、それ考えるとな、甲子園ってやっぱり独特な雰囲気を持った球場だし、はい、ファンがすごいし、はい、まあ、やっぱこう劣勢に立たされるのは広島かなっていうふうには思うよね。まあ、数字的に見るとそうなんですよ ね、 そうだね。で、大事になるのがやっぱり初戦というところで、まあもちろんアドバンテージが一つあるからさ、はい、まあ今日負ければ、はい、もう2勝されたっていうことだからね、うん、これはやっぱ追いつくのっていうのは非常に厳しくなるよね。そうですよね。うん、だまあセリーグ、まずセリーグからなんですけれども、今日は先発が阪神は村上頌樹投手、はい、そしてカープは九里投手というところで、はい、まあ、九里投手はファーストステージでも短いイニング中でちょっと投げてますけれども、うん、はい、はい、ここで先発と。だからまあなんていうの、こう考えると、はい、やっぱり余力を残して、まあ、もちろん試合もやってないし、はい、余力を残してるのはやっぱ阪神だよね。そうなんですよね。それとやっぱこういう短期決戦っていうのはさ、はい、ピッチャーの出来がやっぱ大きく左右して、はい、で栗っていうのはタフマンだけどさ、やっぱこう苦しいよね。そうなんですよ、ね、やっぱ疲労もあるだろうしさ、はい、で普通の平場の試合で投げるよりも、まあ、中で少しのイニングしか投げてないと言っても、はい、まあ、疲労感とか精神的なこう疲労とか、うん、まあ、そういうのを考えるとやっぱ相当な覚悟を持ってマウンドに上がらないと、まあ、苦しいかなっていうのは思うね。そうですよね。うん、でまず先発村上投手なんですけれども、村上投手は、そのカープ打線に対してキーマン2人挙げてました。はい、1人は大学の先輩でもある末金選手、はい、で末金選手、そしてもう一人が、西川龍馬選手というところなんですけれども、うん、実は、末金選手、まあ、対広島すごく相性がいい、阪神、はい、あ、対、そうですね、対阪神に対して非常に相性がいいというところで、うん、はい、うん、村上頌樹投手もその末金選手ちょっとお祭り男なので乗ってるので、そこは警戒をしたいと。まあそうだね、一発あるしね、うん、そうなんですよね。でまあ、しては右だしね、はい、だからまあ警戒はするだろうけども、はい、俺は警戒しなきゃいけないのは、うん、やっぱり 1,2 番であり、はい、サトテルかなっていうの感じがするんだよね。やっぱサトテルが打つと、はい、やっぱ試合が軽くなるよ。今年は打点もね、あの非常に多く上げてるし、うん、でまあ、そこには大山のつなぎっていうのがあるしね、うん、だそう簡単ではないと思うけどな。あ、栗投手が警戒するのはっていうことですよね。佐藤輝明選手、まあ、佐藤輝明選手、今シーズンカープに対してホームランは、まあ、5本打ってるというところで、うん、まあ、まんべんなく、まあ、そう考えるといろんなチームから打ってますけれども、はい、チームの中ではやっぱり一番多いと。広島がね、はい、うん、村上頌樹がどうのこうのって言うけど、末金とか西川とか言うけどね、はい、やっぱり第一ステージを見たときに、うん、ファーストステージ見たときにやっぱね、野間だよ。あ、野間選手、はい、うん、やっぱ野間とね、うん、小園、はい、小園はね、打ってないけど、うん、あれ、DeNA に避けられてるんだよね、少し。あ、大事なところで、はい、だから、あんまり目立ってないけど、やっぱ小園の状態って俺はいいと思うよ。小園選手は対阪神に対して2割7分3厘なので、うん、いいですよね、うん、相性的には、うん、だから、この俺は2人だと思うんだよ。西川、確かにあの今永からホームラン打ったりとかしたけども、はい、うん、だけど俺は警戒すべき人間はやっぱ野間と、うん、あの小園かなという。野間選手は対阪神に対して今シーズンは3割6分5厘なので、うん、やっぱり打ってるというかイメージ的にはありますよね。まあ、そうだね。で DeNA の時によくうまくつないだりだとかさ、はい、出塁したりだとかさ、まあ、ああいうことでやっぱ得点になっていってるから、はい、やっぱそこは要警戒だろうね。要警戒、うん、ただそのはっきり、うん、まあ、あの出てるんだよねデータが、はい、あの相性のいい選手と、うん、悪い選手と、うん、だから4番を DeNA で使ったけど、はい、堂林ね、はい、
あんまり打ててないんだよね。そうですね、対阪神に、うんうん、だからここら辺をどう考えていくか。おそらく新井監督のそのファーストステージの戦い方を見てると、はい、相当な奇襲をかけてくると思う。やっぱりがっぷり四つでは勝てないっていうのは分かってるだろうし、はい、だからどっかで奇襲をかけるっていうことになれば、まず考えられるのは打線の組み方だよね。例えばあの上本選手、ファーストステージでは出場なかったんですけれども、うん、対阪神に対して3割4分4厘と、うん、いいので、上本選手を例えばスタメンに起用してくるとか可能性もある。ただ1戦目になぜ使わなかったのかっていうのは、うん、ちょっと不思議な感じはするけどね、うん、状態とかっていうことですね、うん、状態とかもあるし体のコンディションっていうこともあるし、はい、ただやっぱりそれだけの数字を持ってて、うん、阪神戦に臨むんであればどっかで入れてくる可能性があるよね、はい、うん、あとは豊さんも常々言ってたその相澤選手、坂倉選手なんですけれども、はい、対阪神、これ相澤選手は2割5分9厘、はい、坂倉選手は1割8分というところで、うん、この数字ってどういうふうに新井監督見ますかね、阪神戦。いやだからそこら辺だよね、うん、まあ、例えば堂林がやっぱ阪神戦に悪いと、うん、でファーストステージも見ても、はい、まあ、松山に代打が変えられてる、うん、ということを考えるとファーストには坂倉を置いて、はい、相澤をキャッチャーでスタートする可能性もあるし、うん、うん、で坂倉って1割だけどもさ、はい、やっぱあの子のバッティングっていうのは、うん、その数字にとらわれないものが多分あると思う、怖さがあると思うんだよね、はい、そうだな、ファースト坂倉、はい、キャッチャー相澤で行くと面白いかもわからんね。あとは悪ければ変えればいいからさ。あ、そうですよね、うん、あとは野間選手が非常に打率3割6分5厘ということで、はい、野間選手はいいので、おそらくスタメンで、ね、はい、ファーストステージ同様来るだろうと。じゃあこの末金選手がその対阪神に対して 4割2分9厘というふうに非常に、うん、でホームランも打っているので、何試合出てる？12試合ですね、うん、12試合で4割2分9厘で、うん、ホームラン1本打っているというところで、これ例えば相手が左ピッチャーになった時に出してくるとか、うん、まあ、これ岡田監督も末金選手、まあ、覚醒したねというのを話していて、うん、ただ右の時に右で来るかな末金選手っていう。でも村上は末金を警戒してるわけでしょ、はい、うん、そうだな、やっぱり一発の魅力とかやっぱこう奇想天外なことができる男だよね、はい、まあ、それだけに要警戒で、まあ、デビッドソンよりはやっぱ末金の方がなんかちょっと怖さがあるよね、うん、はい、だから、まあ、そこら辺どういう打順を組んでくるのか、はい、これがまず楽しみだよ。そうですね、多分新井監督は第一線から見るとデータ重視で来てるから、はい、やっぱ相性のいい人間をやっぱ並べてくるのかなっていうような、うん、まあ、そんな感じはするけどもね。そうですよね、うん、で一方の阪神はその森下選手が非常に対広島、はい、そして栗投手に対しても相性がいいと、はい、森下選手もやっぱり栗投手すごくいいイメージがありますというふうに話しているので、はい、このあたり森下選手もやっぱりこう、まあ、1戦目に濡らすと、うん、やっぱ森下っていうのは厄介な選手になってくると思うよね、はい、で先発今日が栗でしょ。そうです、だからそういう意味ではすごく大事な初戦だね、森下にとっても その阪神にとってもね、うん、森下が乗るとやっぱ打線はつながるようになってくるし、はい、おそらく使うとしたら3番で使うと思うから、うん、はい、だからそこがつながってくるとやっぱ厄介な 1,2 番いるし、そうなんですよ、で大山里出るってつながるとさ、はい、これ抑えられなくなるよね、はい、うん、だからやっぱ森下っていうのは一つ広島にとっては鍵の選手かもわからないけども、うん、まあ、阪神側からするとやっぱこう 1,2 番、はい、これが出るとなんとかしそうだもんね。いや、なんとかそうですね、だから2人で1点取ることもできるし、で繋ぐこともできるし、うん、だから非常に厄介だよね。そうですね、その 1,2 番の近本選手は対カープに対して3割3分3厘、中野選手は3割5分3厘とやっぱりいいのでまあね、それがフォアボールが絡んだら出塁率が4割ぐらいあるっていうことになってくるとさ、はい、そりゃ厄介だよね。ですよね、うん、で見ると初戦これ村上投手対栗投手で、はい、阪神とカープどちらの方にやっぱり部があると。いや、部があるのは、うん、まあ確かに味方とすれば、はい、ファイナルステージファーストステージを
連勝で飾ってきた、まあ、広島、はい、まあ、1日休息時間があって2日ですね、まあ、2日あって挑めるっていうのは、これは勢いを持ってって言うかもわからないけども、はい、やっぱ阪神の投手陣を考えたときに、その勢いっていうのは止めるだけの力を持ってると思うんだよね、はい、だからやっぱ阪神が有利だよ。あ、で村上が防御率のタイトル取ってるし、はい、一番点をやらないピッチャーだから、うん、だからそれは厄介だよそうですよね、ましてやその甲子園、うん、で得意とされてないよね広島にとっては、はい、で苦手なあの甲子園だよね、うん、で阪神戦だし、まあ、そうなってくるとやっぱ阪神が有利かなっていうような感じがするよね、うん、でここから2戦3戦といくんですけれども、まあ、阪神は2戦目伊藤将司投手左、はい、で3戦目に左の大竹投手、はい、で4戦目までいけば右の佐伯投手、右西勇輝投手、右青柳投手というふうな予想で来てます、はい、うん、一方でカープなんですけれども、2戦目は大瀬良投手、うん、で3戦目に床田投手、はい、で4戦目森下投手で5戦目がちょっとわからない森投手が来るかどうかっていうのも予想されてますけど、うん、ね、で最後がもう一回栗投手行けばというところで、このだからまあ投手陣を見てもやっぱり広島は明らかに苦しいし、うん、やっぱ戦ってるだけにね、はい、苦しいし、ローテーション的にはね、こう後手後手を踏まなきゃいけないという、また大瀬良がやっぱ投げてないけども、はい、うん、まあ、情報によるとやっぱりちょっと肘の状態がね、はい、心配される部分もあるし、まあ、苦しいのは苦しいと思うよ広島は。そうですよね、うん、だからいかに点を取って、はい、あのピッチャーを楽にするかっていうことだけどもさ、はい、まあ、それを許さないもん、そうなんですね、阪神の投手陣総力だよ、ですよね、伊藤将司なんかお前甲子園でもう、ま、無類の強さ発揮するし、本当そうなんですよ、うん、まあ、大竹は安定してるしね、はい、佐伯は力あるし、ね、うん、まあまあ余裕があるよね、余力残ってますね、余力は残ってるし、やっぱ調整具合を見てても、はい、まあ、順調に仕上がってるかなっていうような感じがするしね。そうですよね、うん、まあ、ただカープもやっぱりそのファーストステージでのあの打線の勢いっていうのをそのままなんかこうノリという形で持っていければ、もちろんこうまずそのやっぱ勝負に対しての勢いっていうのは、うん、なんていうの、阪神にプレッシャーとして与えていかなきゃいけないし、はい、いや だから初戦が大事だよ、ピシャーッと抑えられたらあれ勢いどこ行っちゃったのみたいな、そこで、まあ、そうなるし、だからまあそこら辺ではその奇襲だよね、はい、まあ、新井監督がどういう打順を組んで奇襲をかけてくるのか、うん、まあ、これは楽しみだし、あとはやっぱこう接戦になるっていうことを考えると、はい、やっぱ足なんだよね、だから DeNA と広島の戦いを見たときにやっぱ完全に足の差っていうのが出たと思うんだけども、はい、足も阪神使えるんだよ、まあ、両方とも使えるんですよね、あとはやっぱ三投とかさせるような隙は作れないと思うしね、うん、もう見てるだけに、はい、うん、だからもうそこら辺は用意周到にやってくるだろうし、はい、うん、やっぱ阪神が優位って優位というかかなり優位っていうしかないよね、これ阪神が全て連勝で勝ってそのまま日本シリーズに行く可能性っていうのも、可能性はあるよね、うん、いっぱいもせずにっていう、やっぱね最初頭叩かれるとやっぱ勢いがどん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 そがれていくよ、まあ、阪神の選手たちっていうのはどんどん乗ってくる選手が多いから、うん、はい、だからやっぱこう一気に決まるっていう可能性もあるよね、そうですね、うん、あとは両チームの代打の使い方とかどこでスイッチするとか、松山がいまいち良くないんだよね、松山選手、うん、ファーストステージでちょっと見たけども、はい、全部詰まり気味なんだよね、うん、あ、状態、だからやっぱこうゲーム感ということと、はい、やっぱ代打のその感というものが少し失われてるかなという感じはしたからね、あ、まあ、対阪神では4割打って11試合で4割なんですけれども、うん、今の状態からいくとそこまででもない、まあ、そこまででもないよね、うん、ただやっぱりこうカープとすれば大事なところで代打を送れるところだったらもう松山しかいないって考えてると思うしね、はい、だから松山がどういう調整をこの2日間でしたのか、うん、まあ、そこは一つの鍵にもなってくると思うけどね、そうですね、うん、あと阪神でいうとやっぱり糸原選手であったりとか、まあそうだな、はい、まあ糸原もしぶといし、はい、またその松山とはタイプが違うからね、うんうん、だからやっぱしぶといと思うし、まあ、原口もそうだしね、はい、だまあどういうふうな、阪神は余裕があるよ、まあそうですね、多分
じゃあ最後このセリーグ、まずこのファイナルステージ通して、はい、阪神カープキーマンを一人ずつ挙げるとすると、まあ、阪神の方はサトテル、サトテル一人を挙げるとしたら、はい、いやもう彼が打ったら、うん、多分負けることはないと思う、うん、そこに、ね、おそらく溜まってくると思うし、ある程度そうですね、そこで一本サトテルがパーンと打てば、うん、まあ、彼が打ったら、うん、まあなんていうの、イケイケになるから、はい、多分そうだと思う。お、じゃあ阪神はキーマン、それは1、2番も出塁っていうこともあるし、うん、それは大山がどうつないでいくとか、はい、決めるかとか、うん、まあ、そういうところもあるんだけど、1人って言われたら、はい、やっぱ打線の中ではサトテルかなと思う、はい、はい、じゃあカープは、カープはやっぱこう小園、小園選手、うん、これはファーストステージで避けられたっていう、まあ、さっきも言ったけども、はい、多分小園のところに溜まってきそうな気はするんだよね、うん、まあ、5番打ってたけど、はい、どういう打順にするかわからないけどもね、うん、3番に上げてくる可能性もあるし、西川を4番にしてみたいな、はい、可能性もあるしね、はい、左が多いんだよな。そうですねで2戦目から伊藤将司、大竹って投げられるとさ、ちょっとそうですね、辛いですね、うん、左に対してあんまり苦手意識がない左だからね、はい、2人とも、うんうん、だから厄介だけど、だから小園がどういう風にポイントゲッターになるのか、うん、これはあのチャンスメイクというよりもポイントゲッターっていう風に俺は小園を考えてるから、はい、だからどこに打順を置くのか、うん、まあ、ここだよね、がポイントになってくる、ね、その選手の打順というところですね、はい、分かりました。じゃあ続いてパリーグ見ていきましょう、はい、パリーグもやっぱりオリックスの強さでのロッテの相性というか非常にいいですね、はい、ほぼ勝ってるというか、まあまあ、いや、その勝てるピッチャーを抱えてるよ、はい、そうですね、うん、だから山本でしょ、今日そうです、で山本投手、三馬投手です、うん、では、やっぱこう考えると、はい、ちょっと辛いなそうですね、まあ、ピッチャーがいないよ、うんうん、そこですよね、うん、先発ピッチャーがいない、はい、それはね、リリーバーはよく頑張ったよ、はい、ソフトバンク戦、うんうん、頑張ってもう本当に失点しないように失点しないようにって、まあ、最後サモネはやられたけども、はい、まあ、それもひっくり返してという、うん、まあ、勢いはあるけどもね、そうですね、乗ってきたっていう勢いはあるけれども、うん、やっぱりこのオリックスのピッチャー陣がもうね、それは許さないと思うと許してくれないと思うよ。そうですよね、しかも山本投手はあの9月にロッテ戦でノーヒットノーランもやってますし、はい、完全に、まあ、今年今シーズン、うん、ロッテに相性いいというか、もうこれ吉井監督はやっぱり初戦山本投手というところで、あの普通では、普段通りではの野球だと勝てないので、何か違う作戦を練っていかないとというふうには昨日話していました。まあ、そりゃそうだよね、うん、やっぱ奇襲とか奇策だとか、はい、まあ、そういうものが考えるんだけど、その隙を与えてくれるかどうかだよ ね、 そ、 うですね、それに動じないでしょ多分山本投手が、うんうん、と思うんだよね、はい、ただこれ、ロッテの対、オリックスのちょっと打率なんですけれども、うん、沖野選手は3割、はい、それから角中選手が2割7分、はいはい、さらに岡選手2割9分8厘、はいはい、などなど、その対オリックスに対しては打率はいいんですよね。まあそうだな、はい、ただやっぱ寸断されるよね、単発ではそうやって打てるかもわかんないけど、はい、つなげないというさ、じゃあその3人を1、2、3でつないじゃおうかとかさ、打線のいい選手ですよね。そうそうそう、打率のいい選手ね、うん、だけどポランコが悪いんだよ、オリックス戦に全くなんだよ、ね、1割5分3人なんですよね、うん、だからもうここら辺も安田を使うとかさ、はい、安田選手、うん、2割1分5厘まあポランコよりはいいよ、ね、まあポランコよりはいいです。ただあの俺ね、安田ってすごく印象的なのは、はい、あの千賀からやっぱポストシーズンホームラン打ったりだとかさ、はい、この時期すごくいいんだよね安田が、はい、でこのクライマックスシーズンファーストステージも安田は良かったでしょ、はい、だから安田が俺はなんかポイントを握ってるような気がして、はい、だから勝つとしたら安田の前にいかにランナーを置くか、はい、それとそのさっきも言ったように1番荻野、2番角中、3番岡でもいいし、はい、3番角中、岡2番でもいいし、はい、だからもう
で安田、うん、でもとにかくこの4人で点を取ってしまうという、うん、はい、でポランコをもう思い切って外しちゃうか。で藤岡選手は2割6分7厘なのでまあいいはいいんですよね、うん、なのでポランコ外して、うん、だからもう4番にこだわらないでさ、もう角中 DH で全ての出場をさせるとかさ、はい、だから藤岡2番、岡3番、うん、4番角中でもいいよね、はい、うん、だからもうとにかくホームランなんか打たせてくれるようなピッチャーじゃないし、はい、だからもう とにかくつなごうと思ったらもう打順打率のいい人間をもう並べるしかない、うん、それと早く回せるように、はい、とにかく上に持っている、うん、あもう下位打線に入ったらもうとにかく1球でも多く投げさせろと、うんうん、いうような形でやるしかないのかなっていうふうには思うけどね。そうですよね、あのファイナルステージ通してね、はい、通して、うん、通してそういう打順の方が俺はいいのかなっていう、うん、でもポランコを使わなかったらポランコいじけちゃうもんね。そうですよ、ここで頑張ってたパワーはなんだってなっちゃう。だからそれは打順を落としてもいいよ、うん、うん、ね、はい、と思うよ。だから打率の高い人間、うん、もうここの4人5人で点を取っちゃう、うん、あとの6番から下は1球でも多く投げさせてくれと、うん、頼むと、うん、いうようなことかなと思うよね。そうですね、うん、でオリックスは、まあ、初戦は山本由伸投手、うん、そして2戦目に田島投手、3戦目東投手、うん、そして4戦目行ったら宮城投手、うん、そして山崎福也投手というふうにこう一応予想というか、まあ宮城はもつれた時に、はい、まあ、ここをポイントで置いときゃいいかみたいな感じだよね。っていうことなんですよね、うん、ただやっぱりオリックスのそうそうたるこの先発投手陣の名前を見るとやっぱりね、ロッテはそういうふうな戦い方、打順の組み方にしないと。まあそうだな、まあ、ロッテがね、体調不良とか、はい、そういうことでシーズン後半から投手陣にねすごく苦しんで、はい、まあ、ブルペンデーとかも作りながら勝ちゲームを作ったりだとか、はい、もう本当苦労してここまで勝ち上がってきてるんだよね、うん、だからチームの輪というか、はい、そういうものは出来上がってると思うんだよね、うん、だからそこにかけるしかないというか。そうですよ、ね、みんなの力を結集するという、はい、でオリックスはそんなに打率の高い人間がなかなかいないんだけども、実はそうなんですよね、タイロッテに対して。そう、はい、いないんだけどもいろんなアイテムを持ってるよ、アイテム、うん、点の取り方の、はい、まあ、エンドラン仕掛けたり、まあ、もちろんバントもあり、うん、まあ、セーフティースクイズ、スクイズとかも、はい、だからまあ3点取れば勝てるっていうような投手陣ばっかりだから、うん、はい、それはそんなに大きく動かさなくても、うん、ホームランとかやらなくてもいいもんね。確かにそうですよね、うん、ただそのだから、はい、ロッテはポイントゲッターである森田とか杉本、はい、これをどう避けていくかだよね。うん、避けるか、そこの2人をってことですか。ここら辺に打たれるようだと痛い目合うから。はい、うんそうですね、頓宮がどうなのかっていうのがね分かんないけどね、はい、疲労骨折の頓宮選手がそうに、ま、3割6分6厘と非常にロッテと相性はいいんですけど、ね、後半から出ていないので、うん、まあ、そこら辺の状態を、ね、保ってるかどうかっていうのも分からないしね、はい、そうです、まあ、今年の頓宮っていうのはすごくいいけども、はい、それが出てくるのか出てこないのか、はい、まあ、そういうこともあるけども、うん、まあ、ただなんていうのかな、やっぱどういう打順を組んでも結構何でもできちゃうんだよね、あそこは、はい、本当に憎たらしいぐらい。そうですね、なんかいつの間にか点取ってるよみたいな、うん、はい、そういう野球をやっぱりやると思う、うん、うん、厄介なチームだよ。そうですよね、だ破壊力という面では、うん、そんな脅威はないんだけど、はい、だけどこうなんていうの、地味にこうじわじわくるっていうボディブロー的なは効いてくるよな。そうなんですよね、うん、でロッテの方はまあね、今日の先発の三馬投手しか一応情報は入ってきていなくて、はい、ね、どこかでブルペンデーをやるかもしれないっていうのを情報、あとそれしか入っていないので、まあ、ピッチャーはちょっとね苦しい戦いが、うん、ただそのリーバーはやっぱソフトバンク戦見てもね、うん、本当に頑張ってると思うよ、はい、やっぱ先発がどのぐらい辛抱できるかだよ、うん、でリリーバーにつなげる、これね4回とかでつないだら、うん、もうリリーバー崩壊しちゃうからね。そうですね、言っとくけど、うん、もうここまで来るのに相当な疲労を持ってるから、はい、せめて6回を、うん、はい、
投げ切ってくれないと苦しいと思うよ。そうですね。でそこでやっぱり2点とか3点とか失点してくれば、はい、これはゲームを取れることっていうのはなかなかないな。なかなかない。なかなかない。あとは佐々木朗希投手がどういう形でこの先発としていくのか、うん、今度はね、はい、まあ、ある程度投げると思うよ。この前はまあ3イニング、はい、まあ、40球って言ってたけども、まあ、70球とか80球、うん、投げれれば、はい、ただオリックスだったらやっぱ耐久に来るだろうな、うん、打てないと思ったら、はい、球数投げさせればすぐ降りるんだろうっていうような形 で、ね、多分ね、うん、中島監督だったらもうしたたかだし、はい、やっぱそういうところはきっちりやってくると思うよね、うん、うわ、なかなかオリックスを崩すには大変ですね、うん、だからもう3球3球でいかないとさ、うん、ポン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 いかないそうですね、うん、じゃあ豊子さん、この、2チームのキーマンは、まあ、ロッテは安田選手というふうにさっき挙げてましたけれども、まあ、この時期の安田は俺はいいっていうふうに思ってるから、やっぱポイントを一つ握るかなという。ただ俺はやっぱりこの前 そのソフトバンクに勝ったように、やっぱ角中だよ、角ちゃん。そうですね、角ちゃんをどこでどう使うか、ここがやっぱポイントだと思う。スタメンで起用した方がいいですか、代打ではなくて。いやもう俺はスタメンだと思うよ。それはね、本当に一流を打てるあのバッターってロッテにはやっぱ角中がナンバーワンだと思うよ、うんうん、だから角ちゃんをやっぱりいかにうまい配置をしとくか、はい、これは安田とつなげといた方がいいと思う。あ、ここは安田選手と角中選手つな、うん、いといた方がいい、うん、だから左も右もこの2人は関係ないし、はい、もう左だろうが何しようがもう角中にかけるぐらいの、はい、お前が打たなきゃ負けるみたいな、うん、そういう感じでやってもいいと思う。そうですね、もう心中するぐらいの思いでってことですよ ね、 そうだね。じゃあオリックスはキーマン上げるとするとポイント、やっぱ投手陣になるんだよねまあそうですね、ここは、まあ、投手陣になるんだろうけども、うん、打者で言えばやっぱ森だよ、森選手、はい、うん、やっぱポイントゲッター森、はい、まあ、ここにランナーがいると、うん、まあ結構勝負強いしな。そうですね、ただ21試合ロッテに戦に出場して2割1分9厘というところで、うん、これ森選手はスタメンマスクなんですか、それとも若月選手マスクの森選手。いや、それもうライトの準備もしてるじゃん、うん、シーズン中から。そうですね、だから外すことは多分ないと思うけど、ない、うんうん、だから森だな。ポイントは森選手、まあ、杉本でもいいけど、はい、まあ、森かなと思うよね。うーん、なるほど。だから森と杉本をどうロッテは避けなきゃいけないかという、うん、まあ、そういうこと当たりかなと思うよね。うん、いや、ファイナルステージがいよいよね今夜から始まるというところで、はい、そうだね。さあ、どういうふうな来週、また蓋開けてみて、今週なのか来週なのか。いや、もうね、本当にシーズン中ダントツにね、はい、強かった2チームと対戦するわけだから、はい、広島とロッテはね、はい、まあ、相当な覚悟を持っていくと思うし、うん、やっぱね、勝負って絶対ってないからね。阪神でも岡田監督がね、用意周到でね、そうですね、もうね、隙を絶対作らないように多分してると思う。でも岡田監督はファーストステージの新井監督のあのすごい速いベンチワークの動き方を見て、どういうふうに感じた。いや、ああ、なかなかやるなっていうふうには思ってたと思うし、やったね、スクイズみたいな、はい、ね、なるほどなって、うん、もうそれも分析してるから、1戦目の戦い方から何から、そうか、ああ、だからそう簡単ではないよ。奇襲も奇襲じゃなく、奇襲が裏面出たら滑稽になっちゃうからね、はい、だからそれは岡田監督は絶対こういろいろこう虎視眈々と滑稽になるように考えてると思うし、うん、その上を行かなきゃいけないしね、はい、うん、でロッテは苦しいけど、うん、和で、はい、ね、あの西村監督がね、あの優勝した時に、うん、やっぱ和という、ね、言葉を使ったように、まあ、ロッテには和がある、はい、うん、まあオリックスもあるけどね、はい、もちろんもちろんあるけども、うん、やっぱ王者に向かっていくっていうのは何かを仕掛けなきゃいけない。
そうですね、うん、普通やっぱりもう俺は素直に言って阪神とオリックスが勝ち抜けするよ、うんうん、はい、まあ、はっきり言って、うん、だけど絶対ではない、はい、絶対ではないから、その絶対ではないものを何かで見せてくれると、うん、はい、まあ、野球ファンは納得するのかなという、さらに盛り上がりますよね。そうそう、あとは達川さんが広島勝ったら喜ぶなって達川さんそうですね、いろいろありましたからね、うん、まあ達川さんもね、はい、あの電話かかってきて、え、豊さん、うん、YouTube 俺出るぞみたいな言ってたけど元気よかった、ね、そっか、いろいろあるんでしょうね、うん、なんか、まあでも真意はそこじゃなくてね、うんうん、あの阪神がどうのこうのじゃなくて、はい、まあ、広島の応援団として言ってただけの話だから、うん、ね、まあだけどもう本当に楽しみでしょうがないな。そうですね、はい、いよいよ今夜から始まります。はい。